こんにちは。今日は最近話題になっているシーアートという画像生成サービスを試してみたので、そちらの紹介動画となります。こちらのシーアートですが、現在ベータということもあり無料で利用できるようです。また内部ではステーブルディフュージョンが利用されており、調べた限りではシビット AI 上で公開されているモデルも利用できるようです。こちらのチャンネルでも紹介している BRAV5 も利用できました。ステーブルディフュージョンで画像生成を行う場合、自宅の PC に生成環境を構築するか、 Google コラボなどのようなクラウド環境にステーブルディフュージョンで生成できる環境を構築する必要があります。しかし、Cアートを利用すればアカウント登録だけでステーブルディフュージョンを用いた画像生成を試すことができます。そのため、ステーブルディフュージョンを気軽に試してみたいという方には有効なサービスかと思いましたので、今回動画にしてみた次第です。 Cアートを使う上での注意点なども含めて動画を作成してみたので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それではまずはアカウントの作成方法からご紹介します。 Cアートにアクセスしたら、画面右上のログインボタンをクリックしてください。アカウント作成方法は複数ありますが、今回はメールアドレスで作成する方法を選択します。次にサインアップというリンクをクリックします。メールアドレスとパスワードを入力します。また利用規約、プライバシーポリシーをチェックして、チェックを押します。最後に E メールサインアップというボタンを押します。するとこのようなメールが入力したメールアドレスに送られてくるので、サインアップボタンを押します。ニックネームを入力し、18歳以上の確認を実施し、使用を開始するボタンを押せばアカウント作成は完了です。試しに画像を生成してみましょう。画像生成はこの AI ペインティングというボタンから実施できます。提案されているプロンプトでそのまま画像を生成してみます。Cアートでは日本語のプロンプトも利用できるようですが、もちろん普段通り英語のプロンプトでも問題ありません。画面右側の項目から様々なパラメータを設定することができるようですが、ひとまずそのままの状態で生成します。プロンプトに沿った内容の画像が生成できました。作成した画像に対してはアップスケールやバリエーションの作成がそのまま行えるような動線が貼られています。便利そうですね。ちなみに翻訳ボタンを押すと、日本語のプロンプトを英語に変換できるようです。こちらのチャンネルでは実写系のモデルを扱うことが多いため、今回は BRAV5 で実写系の女の子を作成してみようと思います。まずは右側の画面でモードをデフォルトに変更します。するとモデルの選択ができるようになります。モデル選択のリストからもっと選ぶを選択します。するとモデルを選択できる画面に移動します。検索窓から BRA と入力してみます。BRAV5 が表示されるので、こちらを選択します。今回は以前 BRAV5 で作成していたこちらの画像を Cアートで作成してみようと思います。プロンプトは、チチプイ、
って公開していたので、シチプイからコピペして利用します。設定をコピペして画像を生成していきます。実はこの時画像サイズが元画像とは一致していません。そのため生成される画像は一致しないのですが、だいぶ似た雰囲気の画像は生成できました。当然ですが、どれも BRAV5 で生成された画像です。せっかくなので先ほど間違えていた画像サイズを設定し直し、シード値なども合わせた状態で再度生成してみます。しかし同じ画像は出ません。そもそもシード値を指定しているにもかかわらず、4枚の異なる画像が出てくるあたり、シーアート側で独自の乱数を用いて画像のバリエーションを出すなどの処理が行われているのかもしれませんね。いずれにせよ、BRAV5 での画像生成には成功しています。さて、商用利用可能かどうかについては気にされる方も多いところかと思います。シーアート側の規約については概要欄に利用規約のリンクを置いておくので、各自そちらを読んでほしいのですが、該当する内容としては規約内の5章にあるコンテントポリシーや6章にあるコンテントライセンスが該当する内容になるかと思います。シーアートの規約的には商用利用も問題ないように捉えることも可能そうでしたが、個人的には使い方によってはリスクもあるかと思いました。というのも、シーアートではシビット AI で公開されているモデルが利用できるようになっていますが、商用利用不可のモデルであるチルアウトミックスなども利用できる状態となっています。そのため知らず知らずのうちにライセンス的に問題のあるモデルの使い方をしてしまう可能性も潜んでいると思いました。またシーアートではローラの利用も可能です。今回ローラについてはまだ試していませんが、ローラについてもこれは同様ですので、利用するケースに応じて各自でチェックをする必要はありそうです。おそらくシーアート側はシビット AI から一覧を取得して利用できるようにしているだけだと思うので、そこのリスク管理はユーザーに委ねている方針かと思います。とはいえ、環境構築不要のウェブサービスとして膨大なモデルを選択可能な状態でステーブルディフュージョンを使える環境を提供していることは、今まで試したくてもなかなか手の出せなかった方にとってはかなり有益なことかと思いますし、実際にブラウザだけで全てが完結できてしまうのは非常に便利です。昨今盛り上がっているステーブルディフュージョンに気軽に触れられる貴重なサービスかと思うので、使い方については十分に気をつけた上で試してみていただけたらと思います。今回の動画はこれで以上となります。最後になりますが、こちらのチャンネルでは画像生成に関するテーマでも動画を日々作成しています。励みにもなりますので、チャンネル登録やいいねをしていただけると大変ありがたいです。それではまた次回の動画で。ご視聴ありがとうございました。